はい皆なさんワトツです今日はですね2018年4月の9日16時28分ですよろしくお願いしますこの枠は狐枠です、えー、匿名でコメントが上げるので、えー、自由にコメント書いてくださいはいワトツ半グレいやもうグレることにしましょう僕はグレグレます グレることにしました。お疲れ様です。どうも。きつい好きなんだ。なんでそんなきつい好きなのみんな。ユーチューブは同時に回してない今。今はあのふわっちだけ。ユーチューブは同時に回してないよ。 コメント書きやすいんだ、うん、<coughs> キツネ好きだよねみんな卵味噌被災 被災地募金詐欺し配信してたから何とかして。え被災地募金詐欺配信なんてやってんの普通にやばいでしょ本当に言ってんのえ、具体的に教えて詰めるから。えー、じゃあアドバイスちょうだい。俺詰めるよ。なんか情報、情報ちょうだいわかった、説教するわ。説教するわ。卵味噌ね。 卵味噌、最近瞑想してるねんなんだよもしもし監督だけどあ監督監督だよ 監督。うん。どうしたんですか？監督いい子にしてる？最近最近俺うん。すごいいい子だよ。すごいいい子うん。悪い子になったら怒るよ。<laughs> うん、怒るの怒るよ俺。俺卵味噌はいい子キャラでしょ。そうだよ。リスナーがなんか悪い子になったって。報告あったけど。悪い子になったって。 うん、卵味噌が悪い子になったから説教してって言われたけどなんかやったいや俺何にもしてないよじゃあ普段どれくらいい,子いい子にしてたかちょっと最近知らないから報告して俺にいや俺はね、うん、今日も公園のゴミ拾いもしたし、うん、めっちゃいい子じゃんめちゃくちゃいい子だよいい子子。他には スズメの観察とか。普通。<laughs> それ何流行ってない。今 <laughs> 何もっといい子アピールしてもっと。いい子アピールうん。と俺あのホームレスの方にさっき500円あげてきたよ。少しいい子。<laughs> 何お前、なんか。 被災地募金詐欺とかやったって聞いたけどは俺がうん<い>や, <laughs> やってないよそれそれ <laughs> そ,そんなことしてないよねなんでリスナーさんがじゃあ言ってんの被災地募金詐欺ってそれ冗談で言ったやつでしょそれね冗談でいやだから、うん、募金でもやったらどうって言われたからはいはいはい じゃあ、募金詐欺でもやるかってっただけでしょ。やってはいないのえやってないよ、そんなの。やってないのね。やっるわけないじゃん、監督。これからもいい子でいられるいられるよ。オッケー、わかった。じゃあ、歌って。何の何のって。いや、歌って。からあげ、の歌いや、他にあんの あるよ。他にあんのあるよ。あるに決まってんじゃん。んなえ何曲、何があるのか教えて、レパートリー。スペシウムって歌があるけど。ああ、じゃあ、唐揚げの歌がいいわ。唐 <laughs> 揚げ ただいま <laughs> つまんなかったね、うん、現金詐欺やってないって、うん、現金詐欺やってないってうん いい子に悪い子じゃなかったって、うん、いや切ってんの俺だわいつも3日お風呂入ってない俺もね最近ねお風呂に入るのがだんだんね入らなくなってきちゃった悪い子になっちゃったんだよねなんでお風呂入らなくなったんだろう俺。 なんか最近お風呂入らなくなったんだよね。すごい悪くないなんかお風呂に入るのがだんだん嫌になってきた。あーまあ現金要求はダメでしょ。うん。じゃあ今日いい子だったんだよ。今日の朝はめっちゃいい子だったから。からそれが悪い子になっちゃったの。 打つの始まりかな。やだな、打つ。え、シルバー形にしたらだって、しょうがないじゃん。あの、今、いろいろと忙しいんだもん。シャワーで、あ、俺、普段シャワーだね。湯船には浸からない,い。あの、ユニットバスで狭いから、ほんと、1ヶ月に1回とかだ、ね、湯船浸かんのは。あとは、まあ、ラブホ行ったときぐらいの。ラブホ行ったとき。打つっぽいうん、どうなんだろう。 うんああでも兆候があるのかもねなんかお風呂入らなくなるとうつの傾向が強いってよく言うよね聞いたことあるわもしかしたら自分で気づいてないのかもしんないうつが迫ってきてるのかもしんないああ自分では気づかないねでもうどっぷりうつだった時はもうさすがに気づくけどあやばいうつだって自分ではあんま気づかないかもしんない やつらはゆっくりやってくる配信やめたらもっと儲けられるやり方があるいやーいや別に何だろう何だろう金が欲しいんじゃなくて配信で飯が食いたいんだよね俺花火師どこ行ったんだろうねわ、うん、分かんねえわ俺が聞きたいぐらいだよ 花火師どこ行ったの教えてどこに行ったの逆に俺が聞きたいんだけどみんなよりも知りたいのは俺でしょ何があったんだろう 花火師消えたの <laughs> 俺の花火師かわいいかわいいプリチェ花火師どこ行ったの <laughs> まあいいけど儲かってないのかなデザインありがとうございますうん愛はず、い、つテルチャンピンなんかあれでしょめくられたんでしょ色恋営業やってんのどうなんの花火上がってんの最近 なんでワードかわいそうなの最近テルはどうなのアイテムまだ囲われてんの ?TCP は。全然テルと絡んでないかわかんないんだよね。まあ,まあたまにはきつね枠かな。いや悪い子、悪い子になったからきつね枠やる。いい子の時は通常枠やるから。悪い子の時はきつね枠やる。それでいこう。 テルは花火師全員君にしてるいや俺知ってたわ、うん、知ってたよてかもう結構有名だわもう誰が有拐大会みたいになってるもん誰がテルのまあもうテルがね色恋やってんのなんかもう超有名な話だから業界では卵味噌ムカつく嘘ばっかりつく ありがとうありがとうございます花火ありがとうありがとう、匠さん。さ、うん。よっさんどうなるえー、よっさんどうなるかどうなんだろうちょっと俺もわかんねえかな、よっさんに関しては。でもなんかニュースの報道とか見ると実景っぽいけど、なんだろう。 でも、ヨッサンめちゃめちゃ運が太いから、俺前回の偽札の件でもうダメだと思ったの。あんなの完全に言い逃れできないと思ってたのに、ヨッサン切り抜けたじゃん。うん。花火師は誰か、うん、まあ想像に任せるわ。爆走は人を不幸にする天才。なんかあれしょ、サプリに今粘着してるんだよ。色恋したらあかんの。いいんじゃない別に。 ただまあ女の子にその恋人だって言っててそれは嘘なわけじゃん傷つくのは女の子だと思うけど、まあ、なんか割り切れてたらいいんじゃないあの女の子からクレーム来なければだし来たとしても俺には関係ないからうんまあ別にいいんじゃないやりたけやれば俺も金のために今日いい子になっちゃったからことかがカラオケコラボしたがってた NG です リスナーの生入り T シャツななんかか恥ずかしくて着れるわけがない買わなきゃいいじゃん,、うん。13日に出れるかもってワンワンのツイッター情報。えっ、ー、と、20日交流じゃあ、どうなんだろうな。ちょっとわかんないね。<laughs> 卵味噌のディスりがすげえ。T シャツあと6枚だね。もう、あの、振り込まれた分しかあの取り置きしてなくて。 なんか買いますって言ってる人いるんだけど、振り込んでないから連絡欲しいかな。なんか買うのか買わねえのか分かんないわ。初見さんいらっしゃい。コーヒーはタリーズ。買うのか買わないのか分かんない。T シャツあと6枚。ただね、あのでかいサイズもあるから、どれが売れるか分かんないね。暇だよ。暇なの テルチャンビンよりワドの方が全然面白い。だってテルはだから色濃いじゃん。まあ、俺テル普通に面白いと思うんだけどね。まあ色濃いにシフトしてからなんか絡みづらくはなったよね。普通にあ元々面白いやつだから元に戻ってほしいね。うん、普通の元,元々のテルに戻ってくれたら俺は嬉しい。絡みやすい。なんか色濃いに走ったテルはちょっと付き合いづれえ。正直。 もともと色恋だったけどふわっきてどれくらいで色恋始めたんだっけな,なんかヒカルくんとのコラボからおかしくなったんだよねちょっと味しめたんだよねなんかコツを得たんじゃないのあこうやってやったら花火女の子くれるんだっていうていうか何女の子は怒ってないのかねまぁ、あ、テルのリスナーが怒ってないんだったらいいんじゃないの俺に関係ないしテルのリスナーと俺のリスナー関係ないもん前面白かったよ、うん っていもともとあれだもんお笑いキャラだもん普通の雑談生主ンション持ってるかあの光くんの家に泊まった辺たりからおかしくなったんだよテルもともと面白かったじゃん2年ぐらい前は悪い子になったあったよあ,あテルの婦人は怒りまくってるよ ああ、そうなんだ。あじゃあ、花火も飛ばなくなっちゃった感じかな。まあ、いいんじゃんだってあいつ1700万稼いでたよ、去年。確定申告だけで。1700だよ。うん。まあ、テルは別に、なんだろう、モテる、モテるんじゃないの実際モテてるわけだから。テルジャンビンはモテるよ。うん。花火カスカスなんだ。 うん、テルかっこいいとかネットの闇そうなんかスポーツできる人ってモテるってイメージだと思うけどこの前30万返せって迫られてた女におテルがモテるのはテルっていうタトゥーが入ってるからあのひらがなのタトゥーめちゃめちゃ面白いよねなんかもう正直なんかアイドルみたいになってるからなんか触ってはいけないものみたいになってるじゃんテル。 なんか正直、なんか同じ界隈の人じゃなくて、なんか別のジャンルだと思ってる、今。貯金2,500万もないよ、<laughs> テルは。テルは結構金遣い荒いもん。服だけで10万ぐらい使ってたもん。 いや、ヒカル君は結構枠でネタにするじゃん。パコったよって正直に言うし。リスナーさんに嘘をつかないじゃん。そこが問題なんじゃない人の心配より自分の心配俺もうやばいよ。本当に。オアコンだから、オアコン。心配とかしてないから別に。テルの話題が出たからしてるだけで。いいんじゃないほっとけば、っつって。それよりも俺の話だよ。500万もあるわけないじゃん。500万のまず売り上げがないわ。 で万普通かなど光くんだろう、まあ、君は彼女にするしリスナーさんに隠さないしね、うん、まあでもなんか飛び膝蹴りかっこよかったけどねてるはまあ最近しゃべりの人じゃないかんね、うん、金前さんは必死だよね <laughs> 金前さんは正直もう必死だよねいろいろとうん 直振りもまああるか。ああ。メガネかけてる格闘技してる人誰だろうわかんねえ。テルジャンビーマンスリー110位。28万しか稼げない。あじゃあ終わったんだ、テルは。うん。アイテム飛ばないからグレルってかわいい子供かよ。いや、さっき今日までいい子だったから。すごい、すごいいい子だったよね、さっきまでね。もう3時間、4時間ぐらいすっげえいい子だったの。 だから花火バンバン飛んだもん。めっちゃ花火飛んだよ。だけど、閲覧はやっぱダメだった。いい子になったら花火飛ぶけど、あの、いい子になったら花火飛ぶのね。でも閲覧下がるの。悪い子になると閲覧上がるけど花火飛ばない。今は悪い子になったから。鮫島のヘッドショットめちゃめちゃ面白かったよね。鮫島さんのね。リツイート半端ないんだけど。 2,500リツイートとかだよ。どれさんもアイテム飛ばないんだ。まあどれさん裏引きしてるから大丈夫だよ。うん。w a 嫌いだけどワド d みたいな配信者が稼げた方がいい。ああ、なんかすげえ響くわ。ありがとう。うん。なんかちょっと感動したわ。まあ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 。人気っていうか閲覧と花火はなんか無関係だと思ってるかな。どちらかっていうと、なんか本当に、なんつうんだろう。太い花火師。 集めゲームみたいいになっってるとと思うふっとい花ウ嘘1万リツイート超えてんのもう <laughs> マジでバズりすぎでしょあじゃあ普通のもうツイッター民に評価されたんだやばマジでそんなにリツイートされたの俺今日起きた時2500リツイートでやっばって思ううわ1万2000リツイートだってやっばバズりすぎでしょ再生数100万だって動画やばやば <laughs> 何これ すげえな。金、吉 <laughs> 雄、爆音吉雄が時の人になるとは思わなかったよね。あれは面白すぎるもんね。ツッコミどころがさ、あのー、いっぱいあるからね。気違い配信者は稼がせたらダメ。ああ、いやでも稼いでる金梅さんも吉さんも。あれはリツイートしちゃうよね。あれはさ、もう面白すぎるもんね。全く知らない人が見ても面白いもんね。 しかもさ、ヤカラ先輩のことを言ってるじゃん。ヤカラ、ヤカラって。それもさ、別に、ヤカラ先輩じゃなくても、その、ヤクザって意味でさ、通ずるじゃん。普通の人に。<laughs> で、煽ってる方が家間違えてるし、車椅子だし、あの、<laughs> 完全に背後取られてるし、いたーとか言ってすっげえ面白いよね。あれはもう、なんか、サメジマさんの最高傑作だと思ってるもん。超面白かった。うん。 いやー、西村博之は、あれでしょ、2チャンネルを創設者だっていうのが一番のブランドだから、うん、あのー、なんつうの、世界で閲覧数、世界じゃない、日本で閲覧数4位のサイトでしょ。Yahoo とかと争ってたサイトだから、それが評価されてるのであって、なんか、俺とはレベルが違く成功してる人だと思うけど、そんな、比べるのがおこがましいぐらいだよね。延長したいんで、アイテムお願いします。 アイテムちょうだい。いや、ぐれてっから。うん。最後はもう腹抱えて笑うよね。でもあれは本当に、ノーカットであんなに面白いのはすげえと思う。うん。あ、声はなくなったよ。うん。いいね、3個ありがとう。サメジマさん、ーないね。うん。配信者に文句ないけど、運営にはがっかり。俺も投げてたけど、ふやっと投げるのやめた。あ、そうなんだ。なんかあったの 運営さんに対してなんかあったの、うん、まあなんか花火投げてる人の中でいろいろあるんだろうななんか俺最近全体的に投げてないと思ってるのはなんかねなんかそのピッコマとかさ訳わ,わかんないイベント多すぎるっていうのとまい、あ、ろんな要素があると思うんだよね俺自身の問題もあるけど全体的になんか飽きられてるっていうか花火花火って言ってんのがダメなんだろうなとかまあ、だから俺が花火上がらなくなったの1割ぐらいはなんかこう。 世間というかふわっち界わいのこう出来事で9割ぐらいが俺の責任だと思ってるだけどこの1割は結構でかいのかなとか思っててまあなんとかやっていくのに頑張るよ鮫島がマウント取られてる時ときとらわれた宇宙人みたいだったでもちょっと暴力はよくないよねうん荒野が夢に出てくるああ 才能あったらくすぶらないっていうか、配信者で才能のある人なんか俺はいないと思ってる。才能があったら、何かに才能があったら配信なんてやらないよ。タイミングどうなんだろうね。わかんないね。あの、いろいろ考えてきたけど、この2年間。例えば2、3、4月にさ、なんでさ、あんなに花火上がったのか俺よくわかんないもん、未だに。誰か説明できる人いる 2月3月4月にさあんなに花火バンバン上がった理由分かんないじゃんだから本当に気まぐれだと思っててあの花火師さんのだから運の要素がでかすぎるんだよ考えても意味がないっていうのが俺の結論なんだよねだから正直今食えなくなってるからやばいね今月全然稼げてないねうん鮫島さんが最近スマッシュヒット飛ばしまくってるよね閲覧えぐいよね愛は立、い、つ 配信やめめるるたたたににに亡くくくななななっっっことになっててわけじゃなくて本当に亡くなったの裏取れたえーとね、裏取れたっていうかえっ、ー、と荒野の追悼式に行った理由がそれなんだけどどっかで俺もそういう感覚だったの荒野まだ生きてて台本なんじゃないかとか少しだけ残っててでもなんか確かめたいっていうのともう多分これで荒野の話題終わるって思ったから行かなきゃと思って配信外で行ったの。 で金杯さんまあ俺カウンターで一人でひっそり飲もうと思って飲んでたんだけど金杯さんに呼ばれてちょっと映ってって言われてあ分かりましたっつって映って小声で「こうや死んだんすか?」って聞いたら金杯さんがパッて小声で振り向いて涙ぐみながら「死んだよ」って言ったのでああもうこれマジだと思ってでその時も本当泣きそうになって小声でであのかなちゃんっていう子が奥に座っててあの写真の子ね ねえ、話聞いて、あこれマジだわ、と思って、写真とかは見てないんだけど、もう状況的に、あの、なんつうの、あもうこれ間違いないわ、っていうふうに判断して、うん。そんな感じ。ミュウツーが調子乗り始めたらずっと調子乗ってるでしょ。うん。映画を撮りたいんだよね。うん。先月いくらだろうちょっと待って、先月。先月いくらだろうな。 えーっとちょっと待って先月いくらだろうちょっと待ってうんーと先月はちょっと待ってえーっとえーっとちょっと待ってね 先月の収入はこれでしょえっこんな少ないわけないよなちょ,ちょっと待ってもう一回計算したんですよああの延長したいんで花火お願いしますちょっと待ってあの先月の あの売り上げ公表するんだけど延長したいんでアイテムお願いしますえっ、ー、とどうだちょっと待って今計算するから、えー、これで消費クー ふわっちだけで26万だね。ふわっちだけで26万、うん。激落ちくんですよ。激落ちくん。バイトはしないかな。うん、今月は1日が3000円、2日が7000円、3日が170円、4日が22000円。 5日が66円 <laughs> 6日が1542円7日が1万円 <laughs>、えー、昨日が4800円、うんうんうん、そんな感じ一瞬いなくなったね、うん、66円は結構やばいよね <laughs> しかも、配信してなくて66円じゃなくて、配信してて66円だから。結構へこむよね。うん、まあ、バクチだよね。うん。まあいいや、アイテム飛ばないんで、次枠行きましょう、うん。まあまあ、ああ、卵味噌の方が稼いでるよ、今。うん、卵味噌の方が。被災地の支援はしません。波ありすぎどころじゃないよ、本当に。超やべえよ。結構本気で。 視察ミス1回だけありますね考えてたことは何回もあります、うん。旅配信はしないかな、今のところ。寝とれとかやだ。なんか、普通に面白いと思って見てもらいたいかな。うん、働け働きたくないから配信やってんだよな、俺。働かないかな。うん、働かない。 シルバーアクセンはね今ね問い,あ問い合わせっつうか X さんと話し合ってスタジオあの開いたら教えてくださいって連絡してる、うん、大丈夫かな、うん、お前より稼いでるんだから卵味噌さんって呼べじゃあもう卵味噌の名前呼ばないわ誰か延長したいんでアイテムお願いしますアイテムなかったら、えー、枠取り直しますト友さんはなんか俺のアンチっていうかもう俺嫌いになったっていうふうに聞いたけど 初友さんから直接聞いたわけじゃないんだけど間接的に聞いた多分ねもう俺のフォローとか外してるはずだよ分かんないけどもう見てないと思うずっと何ヶ月もコメントしてないから風船ありがとう、うん、イベントああイベントはやんないうんうん マッチポンプじゃないが、便所が映画制作300万は絶対使わないとディスってた。あー。いや、マッチポンプでしょ、それ。<laughs> 完全にマッチポンプでしょ。<laughs> いいんじゃないうん。今日アイテム投げた時うざそうだった。全然うざくないよ。アイテム嬉しいよ。じゃあ、次役いきます。ありがとう。次役いきます。うん。ありがとうございます。セコロ2お疲れ様でした。ありがとうございます。枠取り直します。お疲れっす。 <laughs> いやー俺捨て頃もう出ないよ。それいろいろ考えたんだけどなんかちょっと捨て頃に関しては理由があって例えばさそのもう捨て頃っていうのはさあの結構大きなイベントになって配信者で知らない人がいないぐらいのさことになったわけじゃん。で1も出させてもらって2も出させてもらったんだけど例えばその便所太郎さんがその選手を選ぶわけなんだけど。 俺は2回負けたわけですはい皆さんはどっちですえー、今日は2018年4月の9日えー 夕方の17時ちょうどです。よろしくお願いします。